こうしてみるとやはり問題ない。多分逃げて。ええ。なんでこんな早く戻ってくるんだ。町の人間を襲うようにどうしたお前ら。早すぎるんじゃないのか。そこまでだ。なんだ。お前たちをクロスベル警察。ルバーチェ商会器物損壊。なんでこんなもん。特務支援課。市街での仕込みを邪魔して。ここは高一。警察の羽根か。前に仲間が世話。おまけにうちの犬ど。ちょうどいい。抵抗するのか。ゲットレディ。こいつらの喉をくっ。こちらも速攻で蹴りをつける。おっしゃ。行きます。
できます。任せろ。まさかあんなふなバック
これ以上の抵抗、あんたたちの身柄は、ま、今夜のところは俺たちが責任を持って見張っ待てこうなったら手段は、俺たちをこけるせいぜい時間をかけ、このままじゃピンチ、こうなったらそれじゃな、なんだ、確かに、なんか目落とし前をつけに今度こそ器物損壊と傷害容疑、拙者15 さすが SQ への昇格要請を実施、正直過ぎカシウスブライトの代わりを期待されてもに、でもカシあなた剣の腕だ、そうねこの数ヶ月最初はお茶会とやらをひっ蓮もお茶会を開かなくてはないね、余計なもや、それを聞いて安心、どうやら個人的な事情、いつまで彼らから逃げる、君たちの因縁にとやかく彼らがクロスベルに来てくれ、だが目の放っておいて、それに蓮がここにいるのはエステルたちのことだけじゃなく、彼の修理もあるし、確かめなくてはおとなしくするって、もちろん承知した、君がこの地にあだなさぬ限り、迷子の子猫か、しかし何かいいきっかけを、まさかな、すごいです、まさか事件の真相を見抜いて、できれば大立ち回りをする前に、その警備隊の司令殿からマフィアに情報が、それを言われると、でもあなたたち、それは正直、そういう時はセルゲイに相談、確かにクロスベ、それでも自分たちだけで、はい、返す言葉本当に、それと私たちの復讐、あ改めて言う
ロイドさんたちを助けたと。そうね、様子見してもいい。大丈夫かと思い、無用なトラブルを起こすほど。しかしまさか軍用犬の実戦って、いくら後ろ盾があるからといった。はい、でもさすがに今回ばかりは。やはり保釈、今までにも国境付近でのマフィア、その都度圧力がかけられ、それどころか適当な、グダグダですね。そういやベル、でも草、この状況でみんなが諦めた。そう考えて自分にできること、あなたたちみたい。あ、はい。さあノエル。イエスマム。かんやで、もうとにかく帰ったら課長への報告を。そうね、あら、よう課長。まさか俺とただまあ事件の初めての市外活動に。どうも。それで課長、朝食後の一服にしては。いや、あんなのがいきなり訪ねてきたら。あんなの、誰か訪ね、知らねえがお前妙に慣れ慣れしいというか。入ってみましょうか。いや、いきなり入ってくるから気にした様子もなく、そこに。あなた、なんでこんな。ディオ、自分の名も我々への濡れ衣を晴らしたとそうです。サイト、そう、それはとも。嘘だわ。お前たち仕方ないから、しばらく自分気が向いた時に。なっ、おいおい。心配は、群れは部下に任せたから。いや、どうにも妙なのに。課長、とりあえず上には今後どう付き合うんじゃ。俺、私は賛成です。何よりも、ま、頼りになる、はあ、とりあえずこのままじゃまずい。さすが皆さんです。